tapping into communication with us through music。 こんばんは、平山雄一です。今日は X のライブをお届けしようと思います。彼らの武道館を僕も見に行ったんですがね、もう武道館を十分満たせるような演奏をしていました。その X が今日は、スタンディングで川崎クラブツッタでライブを行います。相当期待できると思います。彼らは次のアルバムに向かって、今アイデアを練っている最中なんですがね、そうやって活動を休む直前の、ライブの模様を今日はお届けしたいと思います。そしてピックアップアーティストの方は、これから毎週お送りするんですけれどもね、コブラ、面白いバンドなんですけれどもね、彼らのライブをピックアップしてみたいと思います。この番組はエネルギーとエレクトロニクスの投資だ。日産神奈川グループ。羽田食品の提供でお送りします。この番組がオンエアされる時点では、ツアーが終わってるんですけども、どれぐらい結局かかったのかって、ツアーそのものでしたらもう、前に終わって、福岡の方で終わったんですけど、そうですね。それは大体どれぐらいにわたるツアーだったんですか？去年の9月から始まってですから、ね、半年ぐらいや、うん、そんなに少ないか。でもその際半年で何本ぐらいだったんですか？半年以上だ。いや、全部で40本ぐらいですけど、うん、途中にいろいろ、あの、心配してですね、僕はあの日、渋谷公会堂に来て、どうしてこんな人が溢れているんだろうと思ったら、誰も入ってなかったし、なかなかすごかったですけど。じゃあ、割とじゃあ、40本っていうと、長さの割にはそんな多くなかったですね。そうですね。うん、別に多いとは思ってないんですけど、うん、一本一本が大変なもんで、うん、はい。どれぐらい大変なもんなんですか？いや、このくらいです。それは大変じゃん。最大級の規模のツアーだったのかな、例えば X としては。40本っていうのは。そうですね。あ、その前には、いや、大変です。やっぱりこの人が一番多かった。はい。うん、でも昔のツアーとかは、ね、2時間弱とか多かったし、うん、今回は2時間半、びっちりだったから、お話ししてください。例えば MC とかチェックしないんですか？あ、MC とか、いつも言ってますよ。なんて言うの？え？え、浮かしてるじゃん。やっぱりなんか、僕の前の武道館見に行ったんですけど、やっぱりこう、音楽聴いてたイメージより全然久しぶりに全然浮かしてるなんてかっこいいね。ツアーを終わってみてどうだったでしょうか？やっぱり一本一本覚えてます？そうですね。基本的に次の朝には忘れてるんですけどね。私アルコール漬けになってます。ああ、完璧な演奏をやろうみたいな感じで成り立ってるバンドなのかな。いや、結局だからその場の雰囲気だと思うんで、うん、ライブっていうのは、うん、いくらうまい演奏しようかって別に逃げてないんですけど、うんうん、いくら演奏しようと、いい演奏しようと客が乗らなかったら生まれたのし、うん、その場の雰囲気っていうか、うん、それ一番大切にしてますね。だから俺なんか演奏でダメだったなと思っても結構いらなかったねって思う時あるし、いう時はどういう、そうだったのかなと思う。やっぱなんか違ったもんがその辺ね、見てる方とやってる方はなんか最後の瞬間に一体になれたなみたいなありましたね、なんか、うんうん、だから違う世界に行っちゃったっていうか、みんなで違う世界に行っちゃったみたいなそういう雰囲気があると結構だから俺後半のツアーとか、うん、最後の方で結構ボロボロ泣きながら伝えたりしますからね。それを悲しくていいですか？いや、嬉しい泣きでしょうね。でも泣いても乱れないんですか？いや、もう大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ボーカルの人でも泣いちゃうとやばいよね、やっぱりね。でもたまにうるうるしてるよね、うん、やっぱりね、うん、あの結構感動的な瞬間とかよくあるんですよ、うん、で周りがまた泣いてるんですよ、うん、でこの男なんかあのこう涙見せたくないもんだから、うん、思いっきり怒らない顔しないと泣いてんだから怒ってるんだから悪いことしたかなみたいなね、やっぱりそういう周りの人の結構伝わってくるものがあるから、うん、でお客さんもなんていうかな、みんな見てる、みんなもみんな結構、うん、来てるなっていう顔してるんで、
すごくその感動的な一瞬があるじゃんね、ぐるっとこらえてて、ここでメンバーの顔見たら終わるなっていう泣きますやっぱり。いや、私も思ってます嫌なやつ。いや、一番弱そうな感じするけど、なんか大丈夫、頑張っちゃう。今日はね、久しぶりにこういうチッタっていうね、あの大きさとして久しぶりのこういう大きさだと思うけど、そういうことはどうですか。かなりお客さん近いと思うし、いや、やっぱライブはそのままいくかもしれないんだけど、全然違うもんの。いや、だからあのでかい小的なやつよりも、うん、なんか主役かなんか一回を求めるというか、うん、一覧戦ですよね、要するにね、はい、もう逃げるか、肌と肌の触れ合いでそうかなと思ってますけど。この放送がある頃にはもうすでにその中心地の大阪城ホールが終わって、しばらく休むっていうことなんですけども。そうですね、半年間ぐらい、はい、このぐらい姿を消してしまうと思います。今では何をやってるんですか。まあ休養も兼ねて、うん、レコーディングとやろうかな、したいなと。もう1年以上やってないですからね、うん、そういう意味では曲数の遅いバンドなんですか。そうです、みんなカットネラかけるんでしょうけど、ただじゃあライブやってるときはそのレコーディングとか曲数ってことにはあんまりみんな神経を向けずに、やっぱり集中したいなと思ってるだろうし、あれにはすごい時間かかりましたら、うん、でも別の半年ぐらいかけたり、他にはまあ姿を出すということは、やっぱその分神経使ってしまうってことも、一つ出すと綺麗ないですからね。その人気のなすげえやつが陽気だな。そうですか。一応じゃあその間にあの次なる番もやっていくことなんだ。はい、まあだから、うん、自分たちを見つめ直す時間が欲しいなっていう。だからこれだけなんかこういう波に乗ってきて、うん、そのまま乗っかっていくんじゃないで、うん、一回打ち切ってみて、うん、状況もめちゃ簡単に自分の中から見てみたいなと思ってるだけですけどね。なるほど、一定の見方がする。I'm sorry.
ちょうど今日はな、この川崎クラブチッターが去年の4月22日にデビューして初めてここでコンサートやったんです。そして年月が経ってやっと1年、またデビュー1周年を迎えて、また初めてのコンサートがこの川崎だ。俺たちにはお似合いのライブハウス形式だからな。今日は今日はお前たちの顔が間近に見えて、おい、ちょっと嬉しいぜ、おい。おい、俺とヨシキからお前たちに感謝を込めてこの歌をプレゼントするぜ。
Thank you.